髪型がこの今日の髪型良かったなみたいな日は写真を撮っといて、メイクさんに説明しやすいようにしてるんですよ。こんな感じがいいですって。髪型資料髪型資料を提出しています。そういい感じになるように。嫌な時も撮っとくよ。こういうのが嫌でこういうのがいいですっていうのを分かるようなやつを。そう撮っているんですよ。わお、おにぎり天むす海外の人みたいな。 MJ さん、ゼータンさん、アバタンさん、ミキヤくん、何おにぎりギフト、赤江さんとさん、おにぎりありがとうございます。何これ、おにぎりギフト、あ、そういうこと。おにぎり派です。私はおにぎり派です。あ、これか、4月5日より。え、パンの方が可愛い。パンの方が可愛くない？けどコロネでもおにぎり派。なんなんこれ、こんなものがあっていたんだ、あったんだ、初知りなんですけど。書いとこ、インスタグラムフォローミーって英語のまんまや。ちょっとここいじろ、面白くない、何これ聞いてないよ。48グループもやっとるってこと。おにぎり派、あ、タグをつけたら、あ、なるほどね、これか、ハッシュタグおにぎり派。つけてみた、おにぎり派。まあパンも好きなんだけどね。まあどちらかっていうとおにぎり派かな。おにぎり、明太子。まあ福岡なんで、福岡なんでとか言ってね、私はまあラーメンとかもね全然好きじゃないんですけど、何しようでしたっけ。まあ明太子、たらこ、でもあれが方が好き、なんかまぶしてある系っていうか、なんていうん、わかる、わかりますか、あのおにぎりの中の具っていうよりかはおにぎりの外側が何かがによるって感じ。うん、何しようとしたっけ。あ、よし、カエルサンタさん、何これお弁当、おむすびコロリン、ひろしさん、シディアさん、矢島さん、おむすび、おむすび、シマンチさん、トムイキさん、ゆうちゃん、あ、これサンドイッチってこと、あ、なるほどね、サンドイッチ、
ありがとうございます。これはさ、片方に決めてさ、なんかあるんかな、前みたいにパンのポイントがいくらってなったらパンがなんとかとかさ、あるんかな、そういうの。サラピレリーって繰り上げ当選いたしましたって、おめでとうございます。ただ支払いをしなかったのはどこの誰だ。どこの誰や。おにぎり派、お知らせに来た、あった、お知らせ、あなたはパン派、おにぎり派って書いてある。熊にぎり、熊おにぎり、熊パン、熊コロネ。奥行きさん、ありがとうございます。今日はお仕事の後に池田と桜を見に行きました。もうちょっと、もうちょっとでもう終わるなって感じの雰囲気をすごい感じた。池田は、あ、そう、池田はあのチリパの後誘ってきましたよ。あのチリパで池田はもう腰が重すぎて、腰が重すぎてもう私が誘っても何度も断られたから、もう誘わない、誘ってくるまでは誘わないって言われをしたんですけど、ナチュラルに誘ってきました。そう、ナチュラルに誘ってきましたよ。今日はいっぱい歩いて気がする、気がするけど意外と歩いてないかもしれん。え、意外と歩いてないかも。8800歩、もっと歩いた気持ちなのに。もう全然咲き始めではない。もうちょっとでもう多分もう散っていくんだろうなって感じでした。歩いたなって思えば 思った日ほど歩いてなかったりする。桜乗せようかな。桜でもまだ整理してないけど一旦乗せようかな、ストーリーには。時期、ん？時期遅れみたいになるけん乗せようかな。投稿はね、ちょっと一旦韓国終わらせたくて、韓
韓国急ぎにはなってるんですけど、韓国が終わって載せたい。でもなんか桜ってさ、見る分には綺麗なんやけど、なんか写真を一緒に撮ろうと思ったら結構難しかった。しだれ系ならいいんやけど、撮るの難しい。一緒に撮るのなかなか難しい。低めの位置にないと無理やけんさ。まあ、でも広島の桜といえばあの辺り、平和記念公園あたりですね。あのグリアリの方の川沿いのところがめっちゃ綺麗やった。さ、なんかあの辺の雰囲気好きなんよね。あの辺の雰囲気結構好き。なんか心地よく散歩ができる感じ。あさかさん、がもさん、ありがとうございます。海外の人めっちゃ多かった今日。平和記念公園あたりめちゃめちゃ多かったです。桜ストーリ単体、またそうじゃないのはまた載せるか、一旦は単体で載せましたよ。
りょうへいさん、ゆうちゃん、くまにぎり、50代独身さん、くまにぎり、ありがとうございます。今日はめっちゃ体力使った。もうここ最近で一番笑ったってぐらいもう笑って、もう本当にもう笑いすぎて、もう昼にはもう体力失って昼過ぎには体力失ったってぐらい、もう笑って疲れた日でしたね。でもなんかよくよく考えたらさ、高校生の頃とかこのぐらいの爆笑を毎日のようにしとったなと思って、なんかバカ笑いみたいなのをさする機会減ったんだなって思う。なんか落ち着いたっていうか、なんてやろ、まあ学生乗りみたいなさ。でも2期生通るときは割とねそのテンション多いけん。いや本当いいことです。もう呼吸困難レベルで笑った。なんかみたいなってなるぐらいもう大爆笑。もう隠しカメラがあってそれを見られるぐらいじゃないと、あんな笑い取るのをみんなに見られる機会はないってぐらい、もう呼吸困難レベルの大爆笑, まあでも幸せなことですね、そんなに笑えることはいいことですよ。思い出しても笑えるぐらい笑った。平日の仕事中はほぼ真顔ですウケる。まあそりゃそうだ、まあそりゃそうよ。発言内容が落ち着いた大人に、いやまあそりゃそうよ。さすがにね、22歳にもなってアホなことしか言ってないようじゃみんなも逆に心配でしょ。もはや動画撮ったけど見せれん見せれるようなあの感じじゃない素晴らっとるとかは動画撮ってないよ。もう本当に面白くて、めちゃきのこさん、くまにぎり、ありがとうございます。もう腹筋割れるわってぐらい笑った。結構本当に、動画撮ってないって
ファンクラブにもそんなの載せんわ。ぐっすり眠れそうなぐらい。腹筋割れてない。だってさ、腹筋できんもん。腹筋できないから。そこまでサラピを爆笑させるとは、池ちゃんさすがやなって。あ、池田じゃないです。笑ったのは池田で笑ったわけではありません。工藤です。工藤理子です。池田とサラで工藤を、工藤のことで大爆笑。本当に面白い。写真の整理もしないと今日の写真めっちゃある。今日やばい。2、4、6、8、12、3、13の2、4、6、12、4、6、8、22、4、6、8、多分400枚弱写真がある。消さないと。大量にと、まあ大量に撮っているだけなんでね。整理したらもう同じような写真とか、これ違うなってやつはもういっぱい消すんで。ただ今のとここれだけあるってだけなんでね。消せば大丈夫です。本当にでも消さないと、私もうそろそろ容量がやばい、容量やばい問題が発生する。消え飛ばせ、ディディダデデデデ、君の一番目指してか、さ本当は。あ、TikTok 載せたんでね、見といてくださいね。消え飛ばせ、ディディダデデデデ、君の一番目指してよ、さ本当は。しんないけど頑張った。ドゥ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 。 TikTok のコメント消えてた？認証されてないんじゃない？私消してないからね、言っとくけど。消せるんかな？それすらもわからん。でもなんか あるらしいね、反映されないみたいな。反映されるのが遅いんじゃない？遅いだけな気がするけどな。多分。あ、これじゃない？
あ、違った。なんかフィルターされたコメントを見るみたいなのあるよね。全然嫌なことじゃなくてもなんかコメント、でもなんか一個しかなかった。だけどしばらくして消えてるって言ってる人いたんで、どっからそんな情報が回るんや言うとくが消しとらんからな。消せるんかな、そもそも。もう消せるんだ。やり直しといてください。反映してるかも、反映されてないかもしれないので、やり直しといてくださいね。コメントし直しといてくださいね。私のフォローも広い。あ、そうなんや。5人ぐらいしか。千穂さんとココアさんとカレンちゃんと誰だっけ、ラジオ関係の子。明日は兵庫です。なんかそんな感じせんけど、明日は兵庫ですよ。明日は泣きますかって。泣きません泣きませんよ私。でも分からん、正直マジで。マジなこと言うと分からないが強い。基本は泣かない、基本は泣かないけど、まさか極端だから、やっぱすごい関係があった人の時はめっちゃ泣くし、泣かん時は1ミリも泣かんし、差が大きいかもしれない。そんなこと言ったら4月もういっぱい泣かんといけんくなってしまうもう私が泣くのはレアなんて思われんぐらい4月泣きそうな機会が多くなって多すぎてしまう。ストーリーこれ載せとこうかな。
ナラブさん、アンパン、ありがとうございます。と、おにぎり、何当たりって、おにぎりに当たりとかある。おむすびコロリン、インスタのストーリーってハートを押した方がいいって、いや別にでもそれは別にって感じです。お好きなようにって感じ。ストーリー載せようと思ったら、あら、あらあら、ナラブさん、おにぎりタワー、ありがとう。いいんですか、おにぎりタワー。おにぎり派ですけど、私は。おにぎり派。まあパンはね、ちょっとハマると怖いんで。おにぎり、兵庫行くの何気に久しぶりかも。まあ行くって言ってもね、会場だけやけん、あれやけん。ツアーぶりかな、それ以外で行ったっけ、なんか行った気もするけど、あれだ、あれで行った、イモース の夢の国のクイズの時に行ったメリケンパーク、それぐらいかな。サラピリで外れたって、なんか今月さ外れた人多くない、気のせい。こんだけ外れたって言うんだったら本当にさ埋まってるってことだよね。
店員割れ、店員割れは絶対にない。外れたのなんでだろうね。4月5、おにぎり。神戸でイベントやってほしい。確かに兵庫意外とないよね。並ぶさん、おにぎりタワー、ありがとう。おにぎり、おにぎり、ありがとう。タネさん、スマイルさん、ありがとうございます。そう、隣やったらね、まだ兵庫感じれるかもしれんけど。5月18、プレミアムシート当選した、お待ちしてます。おにぎりセットたくさんありがとうございます。サンタ、ありがとうございます。アイスまでありがとうございます。今日はアイス食べてない食べません。今日は、今日はいっぱい食べたのでもう大丈夫です。なんか最近さ、充電の減りが早いなって思っとった理由が分かったよね。それは動画を撮るようになったからです。絶対そう。動画と Google マップを使ったら充電の減りがマジで異様に早い。動画はね、減りが早いですよ。ミートパスの待機も結構減るって、ウケるミートパス待機時間。そう、めっちゃね、めっちゃ減るの早かった理由が判明した。動画はね、やばいですね。特に写真より動画。ね、カメラって減り早い。ショールーム、でも確かにショールームは、
TikTok も早い、めっちゃ減り早い。まあ動画系って早いよね、 YouTube とかも見とったらすぐ減る。ショールームもやばいでしょ、みんな見とる分に。見とったら早そう。でも携帯はそんな古くないので、そう、まあまあ新しい方やけん、そんな別にあのあれ的には大丈夫、バッテリー的には大丈夫。サチさん、中曽根さん、並ぶさん、熊にぎり、ありがとうございます。七並べってそんな、そうでもなくない？なんかそんなにそんなに早いイメージない、気のせいかもしれん。なんなん CPU パワーって、そんなん言われても知らん。ちょっと喉渇いた。イリュージョンどうなってるのってピュア。あさかさん、天むすありがとうございます。やすさん、ありがとうございます。そうですよ、あのちょっといなくなる時も楽しませようっていう、はい、イリュージョンです。イリュージョン、人としての面白さを感じましたって。ウケる、この一瞬で。なんならこれを見たいがためにみんなさらどっか行けと思うんじゃない。画面に映るな、どっか行け。メールどれ送ろうかな。
かな。スケさん、ありがとうございます。そうだな、なんかあったっけな。うん、サラピが画面から消えると寂しくて笑笑震えちゃう。桜ひらひら、なんだっけこの歌、桜ひらひら舞い落ちる大日々を思い出して、誰にも言えない心の中でずっと叫んでる、もう言えない、もうだだだい、本当は何もわからない、どうしたらいいの、消えない、I love you。 何の歌だ。私が知っているということは有名ソングだと思う。みんな知らなさそう。西野カナさんですかね。もう言えない、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 みんな知らないの。ジェネギャジジ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 は知ってるでしょ。ジジジ、ジジジ、こんな私を好きになってくれてどうもありがとう、ご使用の前にこの取扱説明書をよく読んで、ずっと優しく、あ、そうやさ、ネイルもやり直したかったんやった。あ、まだ綺麗、うん、え、でもさ、みちさんのやつから1週間経ったっけ、経ってないよね、経ったっけ、もう1週間経ったか、経つんか、そろそろ、いや、まだか。やっぱ1週間でネイルは取れちゃうね。でも綺麗なとこは綺麗なんやけど、ちょっとでも崩れたらちょっと私許せない。おおお、めっちゃ綺麗に剥がれてます。じゃないとこだけやり直そうかな。セルフだから。ジェルとかやったらさ、剥がすときに逆にさ削らんといけんのが大変なんよね。じゃあまあナチュラリーにやろうかなと思う。ああ、じゃあ取りに行くか。
もう全部やり直そうと思って、ちょっと今まではこういうあのピンクっぽいまあ感じにナチュラルな感じにしてたんですけど、まあどうせやり直すんだったら違う色にしようかなということで、まあ水色にしようかな。この前は水色にしようかと思ったけど、みちさんの卒コンの印象的にそんな水色系統ではないなと思ってやめたんよね。ちょっとめんどくさいマジでめんどくさい。ちょっと配信中とかじゃない限りやる気になれん。なんかもういいやってなる。ちゃ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 、待って、無理かもしれん。無理だ、除光液が足りない。除光液ないじゃん。知らんかった、ないの。え、知らんかった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 よ。やばいよやばいよやばいですよ、やばい。もう危ない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 。これはもう無理無理。除光液足りないじゃないか。危なー、全部落としてからやったら危なかった。ドンキならまだ空いてて帰る。ふざけるなふざけるな、こんな時間から行くわけないだろ。そんなドンキが近くにあるコンビニかのような言い方をしやがって。そんなこのドンキはどこにでもないっつうの。危なぁ、全部を中途半端に外してからさ、やったらめっちゃ危なかった。いいや、一旦これ明日までは一旦これでいいか。ちょっと一番汚いところだけ、なんか一番剥がれかけのところだけ。綺麗にしよう。もうちょっと取っちゃったじゃん。瓶やけん全然気づかんかった、入ってないの。危なすぎ。まだ21時。いや21時のドンキは危ない危ない。足りるかな。あと1本落とすにはもう無理かな。きゃー、危なー。気づいてよかったけど、じゃあ水色はやめないといけないじゃん。水色は無理じゃん。この辺の指だけ水色になってしまう。ちょっともうイリュージョンやら、めんどくさいもうめんどくさい。
よし、ちょっと水色は一旦やめです。除光液買うものいっぱいあるよ、買うものいっぱいあるのに買っていない。まとめて買い物には行く派なので、いろいろまとめて買いに行かないと。汚くなってたところ、特に汚くなっていたところだけやり直すシステムにします。もう慣れた手つきですよって言っても、まあ3回目外出する楽しみが増えましたね。増えてないわ全然増えてないわ。外出買い物はあ、行かないと、もう絶対に行かないといけない理由ができてしまっただけで、除光液買いに行くのは全然楽しみじゃない。きれいきれい綺麗、ラメなし。でもさ、1週間でさこんだけ伸びたってわかるよね。あ、見えづら、5日でこんなに伸びたんやって感じ。爪の伸びがわかる。マグさん、おにぎりありがとうございます。除光液、買うもの除光液、乾くの街で七並べしようかな。うん、こんだけ伸びた。だってさ1週間経ってない、6日とかでこんだけ伸びた。33分24秒にやりますね。そんなに伸びるの普通かは知らん。みんなもやってみたら分かるんじゃない。ネイルしたら1週間でどれぐらい伸びたかが分かるよ。チッ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 ドゥーン。ああ、もうここだけ取れとるけん汚い。ちょっと、この指だけ綺麗でしょ。全然入場できないんですけど。なんでやねん、誰やねん。
とと終わらせてやる。痛むんかな爪って、どうなんやろ。あんま思ったことないけど。駆逐してやる、何や、駆逐してやるって何やったっけ、何の時のセリフあれ。ショールーム、何をきっかけにあれ言ったか覚えてない。公園でそんなんやったっけ、全然覚えてないや。言葉の意味というか由来とかを知らずに言っとって、言わされていた。それって萌え台詞なん、果たしてって感じじゃない。果たしてこれは萌え台詞なのか。えへへのたけちゃんが損得してくれる。36分24秒やります。めっちゃこの今ここだけめっちゃ綺麗じゃない？これ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 。やり直したとこ。てて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 。え、めっちゃ綺麗やん。悔しい。ブックポンさん、ナーラブさん、奥行さん、対戦ありがとうございます。カリンが休止中でユニットができんくて企画をやっとった。あー、そういうことか。あ、そうだそう、思い出以上は別にメンツ的にできるのに、思い出以上すらもやらせてもらえんくて、私が仮想恋愛を覚えてやってあげるって言っとるのに、それもなんかやらせてくれんくて、そんな企画をやっていたんだね。私がリアルに彼なんかがいるとってやるっつっとるのに、意外に面倒だよ。ヤスさんありがとうございます。オーケー、私いつもわがまま、そうか、ち苦手よ、抱きしめて抱いたくない、そんなの我慢できる、タタ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 タ。じゃあ次39分24秒にやります。だって思い出以上はやれたのにね、うん、やらせてくれ。ああ、もう39位ですよ皆さん、やってないじゃないですか。一度で、まあ別に無理しなくていいんですけどね、その無理して課金とかまではしなくていいんですけど、まあ
程よくね地道に並べてくれたらどうでしょうか。そう、 TikTok も見てきてくださいね。いいね、いいね、コメント保存、リンクコピー再投稿よろしくお願いします。TikTok、 あとあれもしてますから、インスタも更新してますからね。チマチョゴリ載せました。ユーマさん、ツッキーちゃん、赤色サンタさん、大変ありがとうございます。 TikTok、 おお、みんな出すのが早くて素晴らしい。束縛苦手よ。トゥトゥトゥ、この歌サラの方が合っとったんじゃない。仮想恋愛、仮想恋愛ってさ、ショールームのカラオケにない？私の方が合っとったんじゃない。OK、 そんなの寂しくはないからね、だって。シャー！あ、2位だった。全然よっしゃじゃなかった。41分24秒にやります。タタ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 タ。誰も間に合わんかもしれん。一人。中野さん、タイアリです。でかな。抱きしめて痛いたくない、キスして痛いたくない、どうぞどう、そんなの我慢できない、寂しくはないからね、だって。めっちゃ綺麗やん、塗りたてってこんな綺麗やったっけってぐらい綺麗なんやけど。チップがいいな。チップやったら綺麗さを保てるかもしれん。地爪にやっているからさ。めっちゃツヤツヤじゃない？この中指。ツヤです。ツヤをまとっている。で、今の間に、そして
けど。これ今から2通ぐらい送ろうかな。乾かし町、乾かし町にみんな七並べ終わったかな。 TikTok まだの人は TikTok を見てきてください。いいねコメントリンクコピー保存最高再投稿よろしくお願いします。 YouTuber みたいに。あとは X へのシェアとかをね、シェア得お願いします。シェア TikTok。 オタク仲間が見てくれるかもしれないので。シェアトクは私が作った言葉。シェアトク、シェアハピーならぬシェアティックトック。いいね。なんか保存数だったり、まあシェアされたのとか多かったりしたらおすすめに回りやすくなったりもするみたいな感じ。止まった？さっきパチってなるね。パチ Wi-Fi かな。なんかこの遅い時間に配信したらなるんよね。止まったよね。なんかでもこっちは止まってないよ。なんかパチってなった画面が。 Wi-Fi の問題なのかショールームの問題なのか分からんのよね。
っちか分からん。ショールーム側の問題なんかな。他でも他のとこでもそういう何かがあっとるんならショールーム問題かもしれん。 Wi-Fi かな。上からトップコートを塗って OK かな。イリュージョンはしてませんよ。なんなんやろうね、ショールーム側の問題なんかな。ですね、メール送りたいと思いますメール送りたいと思います。 TikTok 見た？再投稿もほどのしたって。ありがとうございます。日お疲れ様でした。今日はは今日最後のメールを送ってます。リンクをコピーして、あれ、よし、やっぱ塗り直したとこめっちゃ綺麗。まだ七並べ間に合うんじゃない。今日はちょっとメールが早く送り終わった。54分24秒。
やっぱね、塗り直したとこ、ほら、この2本塗り直したけん光沢感がやっぱ違う。髪サラサラさん、ピルシさん、アサッチさん、タイアリです。自信ないけど頑張るぞ、トゥトゥトゥルトゥトゥトゥ、やばいやばい。いいんじゃないですか。おっと、これはすいませんね。あさっちさん、忖度ありがとうございます。25位まで来ましたよ。57分ラストかな、間に合えば59分59秒とか分からんけど、57分24秒に押します。まあ間に合わない人は待っててくださいって感じです。59分、まあ私のファンの人に当たれば出すの早いから間に合う。やじうまさん、まさひろさん、もっぴーピさん、たやりです。めっちゃ出すの早い。これは終わるの早いかもしれません。あ、めっちゃ早いかも。もう終わるわ。いらないよ。あ、もう1位、あ、終わった。もう終わったんですけど。1分も経たずに終わりました。吉田さん1位で。勝ち上がり。じゃあ59分24秒にやります。1分経たずに終わった。なんかカード運も良かったかも。カード運も良かったし、めっちゃスピーディー。ちょっとあの残り3人のことは置いてきました。退出してきました。置いてきた。悪いけど置いてきました。じゃあ本日ラストいきたいと思います。
1分もかからんのはめっちゃ早い。一人もいないんですけど。なんかいつも私じゃないカードで対戦入ってくる人ばっかいる。だからきっと見てるんだろうね。邪魔されたねみんな。なんか全部塗り直したくなってきた。ツルツル。でも除光液ないから塗り直せない。除光液絶対買わないと。おぞーい。終わった。1位でした。ひーさん、なぽさん、ありがとうございます。本日の7並べは終わりです。ナラブさん、おいでます元気さん、矢島さん、セリアさん、赤井さんさん、MJ さん、奥行きさん、モーンちゃん、西ひなさん、中野さん、エンちゃん、竹さん、福岡猫さん、ルシュランさん、西ひなさん、ヨンダカ、私よりやってくれている、ありがとうございます。七並べを終わり。おにぎりありがとうございます。終わりました。
インスタをシェアしとこ。インスタちまちょごり。ななぶさん、おにぎりありがとうございます。ちまちょごりはね、自分で色を選びました。白と水色。じゃあ TikTok を見ていきたいと思います。TikTok のコメントを見ていきたいと思います。初めて知った、意外ってできないの厚しって嘘でしょ。ウィンク。頑張れちゃう？頑張っちゃう？まあまだ見てない人は見ていただいて。今日金曜日？今日金曜日やん。
か4月がもう1週間もう1週間経ったのか早いね。何しようとしてリンクを貼ろう。トゥトゥトゥルトゥ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 。公園って感じせんな。まあいつも通り DMM もあるので会場来れない方はそちらで見てください。チャートリーヒルで夜が花だれみなみさんの卒業公演。花だれは3月はなかったんか。ちょっと久々かも。223え嘘だ。いや本当だ。しみさらぬ生誕ぶりかも。久々かもしれない。なんでそんなみんな鼻だれ久々って言ってる人いね。どうしてでしょう。まあでも3月さ出てないんならまあ確かにそんなもんか。同じてなかったか。
完了。ダーワさん、マズレさん、ありがとうございます。お、乾いた、いい感じに乾いてくれました。明日はメイクポーチを元に戻したいから、また大移動、大移動させないといけない。いやー、大移動です。この大ポーチに戻す。下地入れて、シーハンディ入れて、ちょっと考えていかないとね、分からなくなるんで、自分のメイクする工程を考えていきましょう。これはいらない、いらないものはポーチに入れて置いていきます。これもいらない、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 いらないものは置いていく。もいらない、コンシーラー塗ってコンシーラー塗って眉毛、眉毛マフマスカラやって、これもいらない。でさ、ピンクがやっぱ圧倒的に多いよね、コスメ系も。なんかほらピンク系ばっか、ピンク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 だらけ。シェーディング入れて、ハイライトを入れて、これはいらない、これはダブルラインがいい、これはいらない、これも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 いらない。アイライナーが入れて、アイシャドウはいる、アイシャドウはいる、これとかもいらない、これはいるで、まあ大事な筆たち、あ、アイシャドウが2本ある、アイラインか、入れて、これもいらない、いや、これいるかな、あ、いる、いや、うーん、いる。明日はちょっと違うやつ使おう。あれ？マスカラも2個ある。いる。いるいる。いるものいるもの。いるもの。
できるもの。あ、なんかポーチかわいいよ。ピンクだらけ。ポーチの中までかわいいですよ。この串もいるもの。リップもいるもの。これもいるもの。これ見て、めっちゃピンク、ピンク、ピンク要素たくさんかな。これもいるもの。あとリップも、これもいるもの。これもいるもの。よし。いるもの。イヤホンもいる。こちらですね。こちらは私の明日いるもの。これです。いるものたち。ここがね、ゆるくて出てくるよね。なんか忘れ物はないです。だろー、あります。こちらですね。イヤホンもいます。What's in my bag? あ、大事な大事な。目薬もいります。で、この押して。いるものがいっぱい。いるものがいっぱいあります。これは置いていく。ポーチはこれは置いていきます。よし。今日ご飯とカフェで使ったお金もちゃんと入れておきます。入れるものありました。でここもちゃんと入れるから有言実行するからね。月末にみんなに使ったカフェ代を教えるためにも。ちゃんと入れておきます。入れました。ナポさん、ありがとうございます。来月からやってみようかな。まだ間に合うんじゃない。今月まだいけそう。
じゃあそろそろランキング読もうかなと思います。眠くなってきた。それでは本日のランキングを読みたいと思います。48位、おだやんさん24位、ともゆきさん13位、すけさん12位、たけまつるさん11位、ちゅうちゅうさん10位、おくゆきさん9位、まぐさん8位、50代独身さん7位、めちきのこさん6位、ピロシさん5位、やじうまさん4位、セリアさん3位、あさかさん2位、赤ヘルサンタさん1位、ナーラブさん、ありがとうございました。おにぎり、そうや、おにぎりや、スクショや。今日はちゃんとしている日だから、ちゃんとメイクをしている日だからね。不意に思い出す、おにぎり。おにぎりポーズ。サラ今テロップ消したはずなのに、テロップテロップ。それでは終わりたいと思います。明日は昼ガチャトリ公演、何時やっけ、ちょっと早かったよね、1時半、13時半で、夜が17時半です。はい、それでは終わりたいと思います。あ、爪。それでは終わります。ありがとうございました。バイバーイ。